メリークリスマス。はい、こんにちは。素人旅のゆうたです。さやかです。はい、ちょうど中東のヨルダンにいるんで、はい、けど今クリスマスイブでございます、はい。はい。今日は番外編ということで、中東の国のクリスマスの様子をね、ちょっと今日は動画にまとめましたね。はい。まあ、ヨルダンとか中東って聞くとクリスマスとちょっと縁遠い感じがするんですけど、ビールでも食べながら、はい、シャンパンでも飲みながら、はい、ぜひ軽く見てください。どうぞどうぞ。すごい、ドバイの夜景からのブルージュハリファからの、そしてこちらがドバイ最大のモール、ドバイモールになります。さあ、メイン通りなのかな。でもまだまだ奥にもね、本当にいろんなお店がありそうで、かわいい、この赤いツリーのモニュメント、カルティエだ。うわー、かわいい。すごい、こんなさ、メイン広場みたいなのが何個も何個もあるね。疲れてマックでアイスを食べております。2ディナールだから、まあ70円ぐらい、250円ぐらい。3杯20、高いね。高い。でも染みるわ。ドバイファウンテンを見に来ましたが、すんごい人でございます。やばいね。すごいきらびやかな、もうビルたちが、ほんと金持ちの天国みたいだね。あ、ちょっともわもわしてきた。わー、すごい。もう迎えかな。の方にやってきました。ケバブ屋さんもある。美味しそう。教会とモスクが並んでるわ。面白いね。ね、あ、面白い。もう面白いって思わないとやってらんない。はい、この辺はなんかちょっとしたマーケットっぽい感じになってるね。この通りは、ね、通ってます。うん、さーっと通ってみますか。なんかグッチすごいね。かっこいいね。人とか多分なんか雰囲気がちょっと変わったな、ね、ちょっと危なそう。ストリートな感じになったので切ります。じゃあ、うん、切ります。ちょっと怖いんで。すごい、売り物かしら。すごいね。あ、うるさい。またすごい、こんなでっかいケバブが。わー、私はクリスピーとパン、あとは後ろにサンドイッチ、コールスローなんかもあります。なんか手で食うのこれ。まあちょっと硬いけど。私はクリスピー食べます。皮がザクザク。結構にぎわってるね、やっぱりね。なんかあの、さあ、爆買いしたくなる種類が豊富です。爆買いできるぐらい。もう俺もいらない。まあ入れたら、じゃあジェラート買いました。めっちゃ美味しい。甘い。甘くない。はい、ではでは、アブダリの象徴ということでアブダリモールやってきました。アブダリの象徴わかんないけど、クリスマスだ、これすげえ。本日はクリスマスイブということで、はい、イスラム圏ですが、イスラム教が、まあ、国民の大半を占めている国です、うん。まあ、一部ね、キリスト教の方もいらっしゃるということで、こんな感じでクリスマスやってます。こんな感じのスーパーだね。ん、何、見て見て、すごいクリスマス感が結構あるんだね。クッキー1キロで1800円ぐらい。すごい、なんか結構クリスマスウキウキって感じの。こんな感じでね、一見お酒っぽい瓶のものとか缶のものとか売ってるんだけど、ノンアルコール でそれも結構高いね。こちらなんか正教会チックな教会があります。でも書いてある言葉はアラビア語。うん、大きいクリスマスツリー、ちっちゃいクリスマスツリーもあり、クリスマス感が
ちょっと出てきた。明日はクリスマス。枕元に靴下置いとこ。恋人がサンタクロース、ひげ面のサンタクロース。たまに鼻毛出てる。コリですけど、クリスマス気分を味わいたいと思います。はい。はい。ちょっとどんなものなのか。うん、このイスラム国にある、ね、ペトラビール。お値段おいくらでした？お値段日本円に換算して660円でした。高い。500で高い。そのチェコとかね、今そのあたりのさ振り返りしてたからさ、すごい高いね。高い、うん、もうちょっと噛み締めて飲みたいと思います。本当だよ。はい、じゃあいただきます。あー、あー美味しい。やっぱうん、あ、でも意外とあっさりかも。 8% にしてはなんかもっとなんかややこしい味なのかなとかなんかこじらした感じかなと思ったんだけど、でも結構すっきりしてて、うん、まあ、冷えてるっていうのもあって飲みやすいね。あ、いいね。うん、こんな感じでしっぽりと飲みます。はい、はい、メリークリスマス、はい。